ちなみにさ、はい、今ね、僕、あの、まあ、家でもね、はい、この、見ていたわけですよ。はい、あのー、まあ、僕、あの、子供がいるんですけどね。はい、あの、お子さんが、はい。うちのお子さんがですね。はい、あの、この、広明にり、ものすごいはまってました。ね。お。そうなんですね。ねまさに、あの。 子供の頃の遺族がこう目をキラキラさせてこうパソコンで画面を見ているようにだ<あ>見るわけですよ。うわすごい。なんかそんなことがあったりしたからなんかこうちょっと改めてこうあの一話とかのシーンとか見るとちょっとジンときちゃうんだよね。そうですよね。感動しますもんね。ねねんお子さんはちなみに、はい、あのお父さんがオールマイトなわけじゃないですか。ああ<ー>。<laughs> なんかその辺ってなんか。 どう意識してたりするんですか、お子さん?まあ。なんか、お父さんがオールバイトだよ、みたいな。い,いや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 。<laughs> ああ、やっぱりね、これはもう、はい、多分ね、僕、あの、はい、小さいお子さんをお持ちの、あの、ご家庭はわかるかと思うんですがね。ね、はい、やっぱりこう。 やっぱアニメーションがそのままこうう喋ってるっててるイメージなんだよ、ね、あーもうそのキャラクターもそのキャラクターでありそうそうっていうことなんですね。だから中の人がいるとか声優さんが喋ってるっていうんじゃなくてもうだからオールマイトがオールマイトの声はもうこういう声なんだっていう。なるほどじゃあもうほんとだからその声が似てるなとも感づかれてないわけなんです感、うんうん、づかれてないどころかねちょっと試しにやってみたの、はい、私が来たーってやったらねちょっと違うってなって。<laughs> <laughs> みんな、チャンネル登録、高評価、<laughs> ベルマークの通知登録、よろしくね